私はいつまでもこれにいたしましょう。忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。人の歴史に最悪あり。それは人知の及ばぬ現世の断り。人の歴史に最悪あり。この世界は大規模な天変地異によって幾度も壊滅的な危機に見舞われてきた。しかしそれは天災ではなく邪悪な破壊の意志によるものだった。この大いなる災厄に全てをかけて抗うこと、それこそが現代に生きる忍びたちの究極の任務なのだ。この任務に挑む忍びのほとんどが命を落とす。だがそこに悲しみの涙が入る余地はない。そもそも忍びにとって無事に帰れる任務の方が稀なのである。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない。それは誰も知らない名もなき花。現世に漂う忍びの魂は何を思う。志半ばの無念か、残した者への未練か、それとも これより始まる物語は忍びの魂を鎮める祭り、鎮魂の宴の記録である。聖火の宴の果てに裏若き忍び学生たちは何を見るのか、何を感じ取り何に涙するのか、それはまだ誰にもわからない。夏来たりて宴咲き染める。その宴楽しからずや。何よこの声。みょうびちゃん、こっちこっち、こっち見て。こっちこっちじゃない、あんたなんて格好してんのよ。ったく、で何が見えるのよ。
忍び結界を張って何をやってるのかしら。あの火の中に飛び込んだら絶対熱いよね。リオナちゃん絶対気持ちいいよね。だからバカ。願わくば別の場所、別の時代、別の時間において幸せな人生を。
ことのない忍びたちだったけど、どうして襲いかかってきたんだろうね。まあいいや、今は絶対それどころじゃないもんね。よし行こう、リョウビちゃん。なんか乗り気じゃない感じだね。本当にどうしたの？病気お姉ちゃんに会えるんだよ。うるさいうるさい、そんなことは分かってるってこのメス豚。そっか、リョウビちゃんは病気お姉ちゃんを前に緊張しているんだね。だったらリョウナちゃんが緊張を解きほぐしてあげる。ね、せーの、どんな問題なの？それはその心の準備よ。心の準備？ああそういうことか。胸にパッドを入れているのを良きお姉ちゃんに見抜かれるのが心配なんだね。はあ、そんなわけあるか。つまんないこと言ってるとぶっ殺すわよ、この豚。そういう変態チックなところ姉さんには見せないでよね。絶対にいい顔しないから。そんなことないもん、病気お姉ちゃんはリョウナちゃんのこと大好きだもん。リョウナちゃんのこと好きだって何度も言ってくれたもん。あんたがそんな調子だと姉さんだって梅酒みたいに顔をくしゃくしゃにしてドン引きするわ。おいおい、それを言うなら梅酒じゃなくて梅干しだっての。リョウビちゃん、その一人ツッコミ一人ボケはやめた方がいいよ。特に病気お姉ちゃんの前では。うるさいうるさい、とっとと姉さんを探しに行くわよ。はーい、病気お姉ちゃん絶対会いに行くからね。姉さん、今更どんな顔で会えばいいのよ。リョウビちゃん、リョウナちゃん、お久しぶり。それは永遠に忘れない。お姉ちゃん、生き返っちゃいました。永遠に忘れることができない奇跡のような8日間、始まりでした。Oh, oh, oh.
さあ皆さん、今日も修行を始めましょう。立派な善人になることが私たちの目標ですからね。ちょっとみのりち、私が大切に取っておいたプリン勝手に食べたでしょ。食べてないもん。みのり、甘くて柔らかくて美味しかったプリンなんて食べてないもん。嘘だ、今美味しかったって言ったじゃん。少し静かにしてくれ。うるさくて漫画を描くことに集中できない。即売会の締め切りが迫っているのだ。んばーと魔王は雄たけびをあげた。んばー。ミノラッチ、セリフを言いながらじゃないと書けないの？登場人物たちの感情を肌で感じたいのだ。んばー。あの皆さん、私の声は聞こえていますか？みのりも一緒に叫びたい。んばー。みんな、いい加減にしなさい。ユミが困ってます。今すぐ静かにしないとわしも怒りますよ。あ、っていうか夜桜ちゃんもすでに怒ってるし、ほらみんな静かにしよう。はーい。ありがとうございます、夜桜さん。これでようやく修行を始めることができます。本来なら私がみんなを叱らなければいけないのに、いつも嫌な役目を夜桜さんにさせてしまって。そんなことは気にしなくていいです。リーダーの力になることがわしの役目ですから、ユミはユミにしかできないことをやってください。ありがとうございます、夜桜さん。本当にいつもいつも感謝しています。私、夜桜さんに感謝しすぎてしまったのでしょうか？どういう意味ですか？夜桜さんから五光が差しています。五光？わしの背中から光が出ているとでも？そんなわけはありませんよ。うわー、夜桜ち、マジで五光差してるんだけど。夜桜ちの後ろがピッカピカに光ってる。大スクープ、ブログに投稿しなくちゃ。なんじゃと？ありがたや、ありがたや。わしを拝むのはやめてください。みのり、わかったよ。夜桜ちゃんの後ろでなんか光ってるんだよ。この光は一体？なんかヤバくない？この光超でっかくなってるし。気をつけて。沈みましょう。任務開始。
熱い。させません。よかった。体が熱い。させません。じゃ入る。なんとか撃退できたみたいですね。ですがユミ、この者たちは。はい、以前スパリゾートで襲ってきた者たちと同じ気を感じました。あの時はこの者たちがいきなり私たちの目の前に現れましたけど、今度は私たちの方がこの場所へと引き入れられたように感じます。あの者たちは何者なんでしょうか。悪人とも妖魔とも違う気がしますし、見当もつきません。そしてこの場所は一体。砂浜に穴を掘って埋まりたい。皆さん、もう少し緊張感を持ってくれると助かります。あの方に顔向けできない。また一つ絶対正義に近づけましたね。